海王国中部の県ロッズリー。クメール王朝以前のロザーラバティ王国時代から続く都市で、ロッズリー駅周辺に数多くの遺跡が点在している。ロッズリー駅の北約300メートルの場所にあるこの遺跡はワットナコーン交差と呼ばれている。クメール王朝の時代から信仰された場所で、ロザーラバティ王国時代の建造物も残るロッズリーでも最も古い遺跡の一つである。遺跡の損壊は激しいが、ロザーラバティ王国、クメール王朝、アユタヤ王朝時代の遺跡が残されている。手前の柱が残る遺跡と塔はアユタヤ王朝時代のもので、奥の小山のような遺跡がロザーラバティ王国時代の建造物である。規模は小さいが、ロッズリーの古い歴史を物語る重要な遺跡の一つだ。